はい、どうもおばしです。今回はですね、なんと動くちゃんの声真似をしているという配信者の方から、私似てるんでよかったらおばしさんちょっと聞いてもらえませんかと。まあやっぱね、動くちゃんのあんな声やこんな声、まあいろんなね喘ぎ声を聞いたことがあるといえば、まあやはりおばしだと思いますので、やっぱ動くちゃんのね、まあ、声も味も全てを知る男として、まあ動くちゃんと同じ音色を奏でることができるのか、ちょ審査員としてね、今回はちょっとね挑戦者の挑戦を受けようじゃないかということで、通話することになりました。14歳の女の子だそうですね。さあ果たしてどれぐらいモノマネできるんでしょうか。電話かけていきましょう。了解です、いきましょう。アイコンも似てますね。似てんなアイコン。こんちにはー、こんちにはあれ、モノマネしてるそれ。こんちにはー、動くちゃんだう。おお、似てる。似てますか。あ、似てる似てる、その声似てる。なんかこんちにはーだけちょっとなんかうって思ったけど、こんちにはー。チューニングするな。いや、似てます、似てますか。うん、似てますか。落ちる、そのイントネーションが超似てる。え、14歳なの。いや、違いますよ。違うの、14歳じゃないの。違いますよ。で、それ年齢は非公開。非公開です。ああね、そこら辺もウゴゴと同じ感じか。同じですね。あね。俺より上下。多分下です。まあまあ言ってんだな、じゃあ多分その言い方は。多分下ですね。多分下ですね。なるほどね。え、なんで動くちゃんの声真似始めたの。声真似っていうか、以前私YouTube とか配信やってたんですけど、違う名前で。え、それしごくちゃんっていう名前じゃないですよね。違う。こんちはーなんか、なんか違うな、覇気がないし、なんか、あれ、ちょっと待って、おかしいな。ちょ、もう一回、もう一回。3、2、1、9。こんちはー、しごくちゃんだう。ということで、今回はなんとあのしごくちゃんの初顔出しでした。違います、しごくちゃんじゃないですね。その名前でやってる時に、動くちゃんに似てるって言われ始めて、で叩かれたりしてやめたんですけど、諦めきれなくて、でもこのキャラでやった方が、どっちの名前にしても叩かれるんだったら、この名前でやった方がいいかなって思って。ちなみにその YouTube の芸名は何ちゃんなの。芸名は動かないちゃんです。今は動かあれ、あれ正直だけど、動くちゃん多分怒ると思う。ですよね。動くちゃん多分そこまで寄せてくると怒ると思う。名前変えた方がいいですかね。え、なんていうか、やってることで言ったら、それなんだろうな、あの音じゃさんの声真似で、なんかほんと音色の音で音じゃみたいな理論じゃん。あ、せめてなんかそのヒイラギミュウみたいな、もう、ね、全く名前が似つかわしくないけど、名前は似てないけどやってることはパロってるよっていう、その、あー、名前だけ違うみたいな。そう、名前は違うけど、私動くちゃんの声真似実況者ですみたいな感じだったら、多分動くちゃんも何も言わないと思うんだけど、名前まで寄せていくとそれはもうさすがにやばい。それはちょっとなんかね、嫌がる人は嫌がるんじゃないかなっていうラインかな。ですよね、アンチ来るかなって。いつから活動してたの。今年ですね。あー、一昨年とかだったらワンチャンね。いや、人気じゃなかっただけで、私動くちゃんより先だから、俺が先っていう裏技できたんだけど。あ、でも最近だから、YouTube？ それは最初から。いや、最初はツイキャスでやってて、その後 YouTube で荒野実況してたんですけど、はい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 、まあなんかキャラも似てる、プラス声も似てる、似てるって言われて、なんかパクリだとか似せてるとか言われてやめました。でも萌え声実況者なんて5万といるじゃん。も言うと萌え声、まあそうですね。カワボだよって言ってみて。カワボ？カワボだよって。
カワボだよ。カワボじゃないです私。いや、まあ、うごくちゃんがあのカワボだよっていうのが俺なんか個人的に好きなのよ。カワボだよ。カワボだよ。なんか違うんですよ、すいません。カワボだよ。カワボだよ。そんな感じ。なるほどね。まあしょうがないよな。多分もう萌え声実況者っていう子たちは軒並みやれ動くちゃんと比較されるんだろうね。だろうね。そうですよね、やっぱり。え、ちなみに地声どんな感じなの？いや、地声です、これ。え、マジで言ってんの？親の前でもこの声で。本当に？本当です。マジか。じゃあ無理やり低くしてみて。無理やりこれくらい。無理やり低くして、こっちに歯動かない、飛んだう。高くして、こっちに歯動かない、飛んだう。名前変えよう。動くちゃん、名前変えよう。芸名がダメ。命名してください。本名教えて。じゃあ本名教えて。やだやだ。本名絶対。本名いや絶対言えたじゃない。あ、鈴木です。じゃあお前は今日から鈴木だ。今芸名鈴木になるんですか？名字で活動する。そこはいや、名さすがにばっこりと、まあ、とりあえず名前を変えなきゃいけないっていうのと、名前、あと100点満点で似てるかどうかで言ったら、はい、普通にこうやって喋ってる分には別人って感じ。言われます、それ、うん、普通に喋ってる分にはなんか動くちゃんではないなって感じ。ただ動くちゃんが言ってたセリフをイントネーション真似られたらパッと見わかんない。そんなに、うん、そんなにか。パッとはわかんない。あ、でも話してるうちに、あ、違うなってわかる感じですかね。多分電気消してエッチしたらどっちとエッチしてるか分かんなくなる。例えがどっちだこれって思いながら、君は誰なんだいって思いながら多分エッチすることになる。マジですか。じゃあ最後にオチとして、俺だけだとあれだから、動くちゃんを知っている人間に、はい、共通の知り合いに通話をかけて動くちゃんのふりをすると。で、これ動くちゃんの裏垢ですっていう設定でちょっと通話いて。はい、わかりました。じゃあ真似しとけば、もう演技力も試されるから。演技誰行くかだよな。じゃあ、あの1分間普通に喋ってみてバレなかったら勝ち。1分、わかりました。1分間喋りきれたら勝ち。あっちが、あれ本当に動くちゃんですかって言って疑問を持ったらもう負け。わかりました、頑張ります。あ、ひいらぎさん来れるそうです。はあ、お疲れ様ですって言って、じゃあひいらぎさんに1分間耐えきれるか、ひいらぎさんが電話出たと同時にストップウォッチ回します。1分耐えきれたら勝ち。そしたらもう全力で俺が宣伝しましょう。頑張ります。さあ、モノマネ実況者1分ひいらぎみを騙せるか。通話スタート。お疲れ様です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 。なんか動くちゃんがあれ、俺みたいにスカイプ乗っ取られたらしくてインできなくなったらしいです。そう、今日作ったんですよ。メインやかがインできなくなっちゃって。前にひいらぎさんも乗っ取られてましたよね。乗っ取られてましたね。ひいらぎさん今日配信します。この後配信します。3人でやりません？小屋いいですけど。いいですけど、動くちゃんじゃないっすよ。終了。45秒、1分騙しきれませんでした。まあ、最初の一声で分かったんですけど、多分ドッキリかなって思って、はい、何が違うんですか？でも全然違います。いや、もっと低いな、ごくちゃん。こんにちは。じゃあもうひいらぎさんが本物の声真似最後見せて落ち着けてくれますから、じゃあひいらぎさんのごくちゃんの声真似いただいていいですか？いいっすよ。こんちにはーごくちゃんだ。ベイベイ。俺の方が似てた。ひいらぎさんの方が似てましたね。チャンネル登録してね。バイバイ。
のフォローもよろしくね。ツイッターのフォローしてね。お願いします。あ、俺もじゃあそれを機にツイッター俺も始めます。おー、そしたらいい、なんか綺麗に収まる。チャンネル登録してね。バイバーイ。バイバーイ。